こんにちは、つつのかです。今日は5月17日バチトレルセンター練習台はコアラの台ですね。コアラ系な住民の集会、グラさんのダンディーな人が気になるっすね。じゃあ練習スタート。グラさんは左下のロッキーですね。さあ昨日やった一手でね、綺麗に取るやり方やってみようかな。うまくいくかな。ちょっともうちょっとグイッといってみた。さあ落ちてこい、右に落ちてこない落ちてこない。いやー難しいね、ほんと。そしてこれを崩す。よし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 、ロッキーがしっかり落ちてくれたらよかったんだけどな。でロッキーを取ってギリ2周目いける感じかな。うん、あ大丈夫かな。でも右に行けば、右にさえ行けば、よし。さあそしてキャンベラを取る。2周目いけますね。さあ次こそもうちょっと深くいくか。ちょっと大胆に深く、おいしょ。どうだどうだどうだ、よし。あ、あ、取れないで終わった大胆に深くいったら取れないで終わった左の2個は落ちてくれるかなと思ったんだけど。さあ5枚、来い。よし、1プレイは無料。さあ今日はこの氷シーソー台いきましょうか。サイさんが教えてくれましたね。ツイッターでかなりいろいろいろんな台を教えてくれました。さあまずは左の上のタンポポの綿毛を右アームを刺すようにゲットすると、そしてゾウの XL、 一番左のやつね、ゾウの XL を左側に落としていく。やってみましょう。どうだ、よいしょ。頼む、うまくいってくれ。あーっとっとっとゾウの XL が掴めちゃった。ちょっと違う形。おっとっと、まあ3枚はゲットできましたね。ちょっと形は違うけど、はい、3枚ゲットできました。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ次は熊のタンタンを左にやりつつ、ハムスターのグラハムを取りたいが、どこへ行こうというのかね。うわマジかマジか、どうしよう、どうしていこう。押して左2つをね、なんとか落としていきたいんだけど、ダメ元で押してみようか。足あたりをこれへん押して、ああれは嘘だ、あんまり関係なかったやべえ、スズランを、スズランを押しのけて取っていく。あれ僕が思ってたんと違うやっちゃった。うわどうしよう。いやーちょっといやーちょっとやっべえ。これでシーソーが傾いてなんとかならないかな。はあならない確かスズランが右の方にあるんでね。なのでクマのタンタンだけはしっかり取っていこう。お残ししてもしょうがない今回は。頼む、よし、まあ OK でしょうちょっと手数かかりすぎて全然参考にならないプレーだったけど、難しかった、ちょっと想像以上に難しかったな。はい、クマのタンタンとハムスターのグラハムゲットです。はい、それじゃあ今日のミンバスコーナー行ってみましょう。デートに遅刻しそうなロックマン、全力出すで待ち合わせ場所へ。しかし別の男とデート中、ゆうちゃんってまさかゲス？ロックマンのリアクションが可愛いね。
そうか、ゆうちゃんはゲスの極み乙女ですな。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でねコアラの台来たんですけど、昨日やったやり方をねうまくやろうとしたけどやっぱり失敗してしまったな。ほんと難しいね。ちょっとずつね、ほんのちょっと狙いどころ変えてるんだけど、それでもねうまくいかない。なかなか難しいね。で本番台はね氷床のシーソー台やったんですけど、左から右に持っていくやり方で最初の一手はね3枚取れたんですけど、その後からね地道に取らずに、まあ、うまく取ろうとして全部失敗とちょっと恥ずかしい、展開に今日はなりました。まあでもスズランは最初の方に取れると思うんで、多分少ない手数でコンプできるんじゃないかな。それじゃあね、明日も楽しくバツ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。